めでたいよな、しかしな。たけしが結婚する。この後、このたけしが結婚すると。ゆうきさん、大丈夫ですよ、こいつで。こいつね、ボール持ったらね、すぐピボップするから。バスケ部やったけど、確かに。すぐしよるから。まあでもな、結婚でいいこといっぱいあるから。確かに、結婚すごくいいで。例えば、まあ、お嫁さんがな、こうご飯作ってくれるとか、すごい幸せなことだよ。めっちゃいいな、ありがとうございます。なんか、例えば、得意料理とかありますか？ああ、おでんね、おでん。今おでんって言いましたね。シチュー。そんなね、おでんとか食べながらね、シチュー。二人がね、こう、日々過ごしていくわけですよ。そうすると、いつの間にか子供生まれますよね。生まれます。それ一番めでたいから。僕はね、今日ね、子供のために名前考えてきました。めっちゃいらんことするやん。名前考えてきました。めっちゃいらんやん。紹介させてください。マジで。男の子の場合、やっぱ運動神経がいいというか、運動できる条件できる子も出るわけや。だから例えばこう走んのが速そうな名前とか。そんな名前あるか。あります。よし、じゃあちょっと言って。神田フェラーリとか。速いけど。めちゃくちゃ速いやろ。知らんやろ。速いけどその子大人なんてフィットとか乗ったら嫌やん。フェラーリがフィットしたら分かんない。それ分かんない。まあ男の子そうなんだ。女の子あるか。女の子に用意しました。女の子の場合はやっぱみんなから愛されるような、そういう子に買ってほしいから。人気者の名前とかいいと思うね、俺は。可愛い名前がいいか。可愛い名前な。ある？用意しました。まだ。大丈夫です。大丈夫です。はい。いつか、いつか。あ、言って言って。神田プーさん。黄色い熊や。めっちゃいいし。ただの黄色い熊や。プーさんの場合はね、僕ね、ずっと赤い服着てる。着てますね、ですね。僕ね、プーさんの場合は漢字用紙で漢字。あ、マジで？はい。漢字だったらいいかも。漢字は、おならの塀に、関数字の3って書いて、これプー3って書きます。3回平行いてるだけや。めちゃくちゃ可愛いでしょ、これ。可愛いないよ。めちゃくちゃ可愛いですよ、これ。可愛いですね。でね、こんなね、子供がね、成長するでしょ。そうやな。成長した時に僕はキャッチボールをしたいんですよ。なるほどな、それちょっといいでしょ。これかもしれんな。あ、今本部始まったわ。おい、フェラーリちゃんと投げようよ。それピボットやで。ピボットやで。おい、フェラーリ。そう、野球のボールでな。お前、今いくつになったんだ。ああ、そういう会話もあるやろな。そうか、30か。おっさんやん。フェラーリ、お前仕事探す気はないのか。ニートやったんか、フェラーリ。おい、フェラーリ、父さんな、仕事見つかりそうだ。お前もニートやったんか。このオケや。携帯なってよ。携帯ちゃうの。おい、プーさん、おならをするな。こんなね、あったね、ガチやね。できるようになったんやな。めっちゃいいやんな。超受けてる。いきなりやな。歌歌っていいかな。もう歌いたいからしゃあない。マジもう我慢なら。あ、じゃあせっかく結婚式やから。はい。お袋の、はい、トアに共に。それめっちゃいい。俺の歌はいいですよ。ちょっと歌ってほしい。はいはい、はい、まあ、でもちょっと長くなったらなんだ。ワンフレーズで。ワンフレーズ。言っていいですか。おいちよ。言っていいですか。あ、言ってて。ワンフレーズ。ワンフレーズ。長くなったら。ちゃんとした服を着てる。もうちょっと。サビに行きます。サビに行きます。共に歩き、共に迷い、共に気づき、共に笑い、共に迷い、共に迷い、共に泣き、共に笑い、共に迷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 い、ちゃんとやろ。ちゃんとやろ。だしを作り、鍋に入れ。ちゃうと思うよ。大丈夫です。完結するんだ。今お前だし作って鍋に入れたんだ。大丈夫です。だしを作り鍋に入れて、具材仕込み鍋に入れて、火にかけて悪を取り、人に立ちうまい匂い、皿に移しからし添えて、箸を持って口に運ぶ。ちくわなどの練り物がすごく出汁を含んで、大根やこんにゃくも筋肉も召し上がれ。おでんや。おでんや。おでんやったわ。おでん、今日もなんかおでんめっちゃおでんで押してない。なんでだ。だっておでんってやっぱ熱々やん。カレーもやで。シチューや。シチューや。